当番組では今までに、いやヌーハバーグ足してるわ、えいやヌーハバーグ足してるわ、全然わかんない、アワティハーティアワティハーティ、いやプルサリンド、いやプルサリンド、難易度超マックス。沖縄のウチナー口を幾度も取材してまいりましたが、しかし今回の沖縄ロケで県民のインタビュー中にちょっと気になることが、取材終わりなぜか裸足で帰っていくこちらのおばあが、気をつけてください、え、また後でっていうことはまたお会いするんですか。いやいやいや、これは今度ことでない、さようならという意味。あ、そういうことですか。沖縄ではさようならの意味でまた後でねって言うんですか。そう、じゃあまた後でね。はい、また後でまた会う約束をするときに使うまた後でというフレーズが、沖縄ではなんと別れの挨拶だった。さらにこちらのウチナーマダムのインタビュー中にも、自分が使うっていうことも来るって、来るさね。あ、そうなんですか。何、向かうが来る、あ、ちょっともう分かんなかった。そう、沖縄では共通語と全く同じ言葉にもかかわらず、沖縄だけです、まさか知らないと1ミリも会話が噛み合わない。だからよ、え、他県民には混乱必至のフレーズが存在するのだ。そこで緊急開催、覚えて安心ウチナー口夏季集中講座レッスン1、インチキ。全国的にインチキといえば、赤い棒引いた方が負け。オッケー、こっち。はい、ケン君の負け。カバン持ちで。そっちの方見ててよ。決めろや。両方赤じゃん。インチキじゃん。インチキすんなよ。と漫画カイジでもおなじみ、不正やズルをするという意味だが、沖縄県民はどのような使い方をしているのか、バスケの練習中のウチナーガールズに聞き込み、これどういう時使ってる？インチキ、インチキ、あ、なんか例えばお兄ちゃんが、うん、なんか何かもらった時とかに、うん、自分は何ももらえなかった時とかに、うん、インチキみたいな、あ、お兄ちゃんインチキみたいな、インチキの使い方合ってます？多分合ってると思います。違います。インチキってなんかじゃんけんとかで後出しした時とか、ああ、それも使います。卑怯みたいな、うん、あ、でも使うの？使います。あれ、他にも意味があるの？羨ましい時にも使うんじゃない？あ、そうなの。栄町市場商店街にいたウチナー兄さんは、例えば新しいドラゴンクエストが出ました、はい、僕は買いたい、だけど親に反対された、はい、彼は持ってる、はい、お前ドラクエ持ってるの？持ってるよ、インチキみたいな。羨ましい、かっこ羨ましいみたいな。インチキイコール、ね、羨ましい。へぇ、沖縄ではインチキにずるいという意味の他にも、どういうわけだか羨ましいという意味もあるのだ。2つの意味を持つこのインチキ、県民たちはどう使い分けているのか。言葉の高さが違う。言葉の高さ、なんか、うん、なんていうの、カンニングとかのインチキはインチキすんなみたいな、そのままインチキだわけ、はい、ほら、インチキって言うインチキ、インチキ、羨ましい時はインチキ上がるんですね。ここでチュラサンビーチにいたウチナーキッズに番組オリジナルグッズをプレゼントしてみた。今日ね、県民賞のシールっていうの持ってきてて、ちょっと特別に君にだけあげるね。インチキコール大量発生。インチキだったらしいので皆さんにもお渡ししました。ありがとうございます。レッスン2、何々しましょうね。全国的に何々しましょうねといえば、あ、そういえば三丁目の交差点に新しいカフェができたんですって。あ、そうなの、うん、じゃあ今度お写真に行きましょうね。行こう行こう。このような誘い文句に使う言葉だが、ビーチパーティーをしていたウチナーレディースは、あの、何々しましょうねっていうのを言ったりする。これ使うね。これ使いますか。はい、一緒に行きましょう、ね、先に帰りましょうね、先帰りましょうねって言って帰ります。
あ、それはみんなで一緒に帰るってことですか？いや、一人だけ帰ります。一人だけ何、一人で帰るの？何々しましょうねって誘ったりするんじゃないですか？沖縄の人はついてこない。ついてこない。バイ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 。僕多分あの帰りましょうねって言われたらついてきますよ。やばいね。なんでついてくる？そう、飲み会でよく言うよね、うん、私先に帰りましょうね。そこで再び検証。先に帰らなければいけない時に何と言うのか聞いてみた。宜野湾港にいたウチナーフィッシャーマンは、ここに何が入ります？どこから？皆さんお疲れ様、そろそろ私はこの時間で帰りましょうねっていう形じゃない？帰りましょうねって言うんですか？じゃあなんて言うの？帰ります、失礼しましょうねとかさ。失礼しましょうねとか。帰りましょうねって言ったらこの3人ついてきません？いや来ない。帰りましょうねって言ったら俺一人帰るっていうことさ。ちょっと違いが分かんないです。どう説明すればいいの？そうでしょ。難しいね、あなた方標準語は。説明してたらさ、イライラしてくる。ここで沖縄のオフィスを覗いてみると、飯にする？そろそろ。はい、お昼行きましょうね。はい、どうしよう。一人で行ってしまった。誘ってるやつ。さらに就業の時間になると、社長、先に帰りましょうね。お疲れ様です。やはり一人で帰ってしまった。ではなぜ沖縄県民は何々しましょうねといった表現を使うのだろうか。沖縄の方言を研究する琉球大学の中本教授にお話を伺った。この何々しましょうねという言い方は、沖縄本来のですね、相手を区別しない、相手を同一するという、意識がですね、その根底にあると考えられます。例えば沖縄では何々しましょうねという表現以外にもですね、明日行くねという時に、来るを用います。これも、同じようにですね、相手に視点を移した、言い方の一つと、考えられます。実はこのような表現は本来の沖縄方言から受け継がれたもので、他にも貸すを借らせると言ったり、教えるを習わせるというなど、相手の視点に立った独特の刺激表現が見られるそうだ。このような意識があるため、例えば行きましょうねというところを、行くねというふうに言うと、沖縄の人にとってはなんとなくそっけない、ドライな印象となってしまうのです。何々しましょうねという表現は、共同体意識が強いと言われる沖縄の温かさ、ぬくもりを、反映した表現と言えるかと思います。とはいえ他県民には困惑必至の何々しましょうね。それは時にこんなミラクルエピソードを生むことも。まあ、10年前の話なんですけど、はい、関西の学校通ってた時ですね、はいはい、サークル帰りにですね、はい、先にあの帰りましょうねって言って、はい、ちょっと勘違いして一緒に帰るって思って、はい、ついてきた人が、はい、今の嫁っていう、一緒に帰ったことがきっかけ。いや、決め手じゃないですかね。何があるかわからないですね。奇跡のしましょうねだった。